今日のコメントです。 YouTube で BZ の CD を流してギターベースドラムをのコピーして演奏したのを上げている方も多いですが、これは著作権に触れないでしょうかと。さすがにカラオケ店で歌ったのを上げている YouTuber はだいぶいなくなってきているような気もしますが、線引きがいまいち不明確です。団体ではなく個人の YouTube だと問題なのかも気になりますと。まず最後の部分、団体と個人の YouTube、 これは違いはないです。ただ団体だとお金があるんで団体維持してるってこと、そうすると訴訟になりやすいという。個人だと裁判を起こしたところで最終的には負けた方が払うんですけども、さ、負けた方がお金がないと、個人だとそんなにお金ないじゃないですか、何百万も。でそうするとそれは取れないんで、でもそれはだから訴えられた方の弁護士代とかは、まあその人が何とかするしかないんですけども、訴えた方とかの弁護士代は相手が払えなければ自分が払うしかない、とりあえず立て替えるしかないん でそういうふうな部分とかで訴訟してもだからリスクが大きいなみたいな感じだと、訴訟にならないっていうのがまあ実際問題として、あったりします。僕の大学で、著作権の授業をしている方の、先生用のセミナーとかでも、この辺のなんか、ネット上のいろんなこう著作権関係の権利っていうのは基本的にはいいか悪いかっていうのは判例が出てから、だから誰かがお金をかけて裁判を起こして初めて、線引きが決まるわけで、だそれまでは全てがグレーなんだと。でそうするとまだインターネット関係っていうのはまあ始まってからまあ20年ぐらいの感じなんで、まだ判例がめちゃくちゃ少ないと。もう何に関しても全部全てがグレーだと。でそうするともうそのグレーなことは全くやらないか、それかとりあえずグレーだからやってみて、なんか問題が起こったりとかなんか、文句言われたらすぐ削除するみたいな、その2つの2択になるわけで、でその先生は、その著作権の先生はそれの後者の方だから、全てグレーなんで、とりあえずアップして問題があったらすぐに削除する、も、文句言われたらすぐに削除するっていうのがまあ一番いいと思いますよっていうふうなことを言って、僕はもうその考え方を採用してます。例えばだから CD を流して演奏しているっていうのも、まあ収益化をしていなければっていう、まあ YouTube の場合とかだと、YouTube の方でいろいろそういうのはやってるんで、なんで問題があれば削除しますし、その問題がないというか、そこのオリジナルの人たち、権利者の人たちが、なんか問題があるとか、そういうふうな、こういうふうなことはやっちゃダメだとか、まあ例えば、だからビーズの場合は、それがなんか許されてるんでしょうね。なんですけども、例えば、そのビートルズとかだと、もう、その音源を流した瞬間にアップができなくなって削除されたりっていうか、アップ不可能ですみたいな感じになったりとかするんで、なんでまあ YouTube に流してる分にはとりあえずはブラックな部分っていうのは全部削除されるっていうか、アップができないんで公開不可みたいな感じになるんで、著作権に触れるか触れないかっていうのはね、誰にもわかりません。なんで線引きはね、いまいち不明確っていうのはね、もういまいちというよりもそういうね、線引きできないんですよね。はい、今のところっていうか、それはね、だから実は全ての人間の営みにとってそういうことだと思うんで、そうやってなんかもう正解とか正解じゃないとかっていう、そういうふうなものがあるんだっていう、そういう正解というものがある、いいとか悪いっていう基準というのが世の中にあるんだっていう考え方から離れた方がいいような気はしますけども、まあね、基本はそうなんだよっていうふうにね、学校も親も教えて洗脳してますから、まあそういうふうな考え方がまあ一般的だったりはするんですけども、まあそういうなんかもう正解とか正しいとか、なんか線引きだとか、まあそういうふうなところの根本的な、そもそものその線引きのこの線っていうのは誰が引いたんだっていう、部分だったりとか、そういうふうなことをなんかちょっと考えてみるっていうのもどうですかまあわけわかんないですけどね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。